はい。はい。うん。ちょっと自己紹介ちょっとしないとね。すみちゃん、こんばんは。元148隊長をやってましたと言います。はい。はじめまして。はい、こんばんは。はい。ちょっと逆に一つ聞きたいんですけども、はい、偽本尊って聞いて、手を合わせる気になってるのはなんでなんですか？いや、もうその偽本尊っていうのを、私は疑った時点で分業もしてませんし、その手を合わせるっていうことはしてないです。つまり、会館でもご本尊ない部屋ってのあるじゃないですか。ね、もちろんその、なんだ、子供部屋みたいなところもあるし、その、集会室だの、なんかこう、いろいろありますよね。うん、時間で言うと、その、ご本業様がない部屋もあるんですよ。うん、ありますね。そこで、はい、その、もう、ご本業をするっていうのをまず消しましたね。あ、そうですか。あ、なるほど。で、もちろん、一番今引っ張ってるのが、やっぱり浅井会長への執着だと思うんですけども、そう、まあ、それしか、それでやっぱりあります。これはもう、脱会した人たちみんな一番最初に思うことで、私もやっぱりなんで浅井会長がそんな嘘をつくのかとか、騙すわけがないとか、みんな思うんですね。でもこれあって、後々調べていくと、もうとんでもない大嘘つきなんですよ。ねえ。もう確信犯だし、もう本当にさっき東洋で攻めたあのじじっていうのも本当そういう感覚なんですよ。それはもう今はわからないと思うんですけど。わからないですね。これ後々調べてってもらうと、もう本当に、まずもう偽本尊作ってる時点で会員の成仏なんか願ってないってことじゃないですか。まあ、そうですね。そういうところからもう一つ一つ、やっぱりこう、なんつうんだろう、執着っていうのが取れてくると、もう本当に、なんでこんなことやってたんだろうっていうような思いになると思うんで、これはもう本当一つ、早くですね、もう、正しいご本尊様に縁して、本当にその浅井会長のね、その悪事というか、そういうのを早く、まず自分が知って、その娘さん、総班長さんですか、救ってってもらいたいなと思うんですよね。